中国独裁国、トラブル続出、完全に人災だ、中国、ゼロコロナ、政策の事情自爆、独裁国の落とし穴、上位かた1一年前、国内総生産、GDP の伸びが過去最高となり、新型コロナウイルス化からの V 字回復を世界に誇示した中国が一転、ゼロコロナ、政策の事情自爆に陥っている、 重症化リスクが小さいオミクロン株を厳しい行動制限で封じようとする手法は、感染防止効果が限定的な割に経済への打撃が大きく市民の不満は深刻だ。初期の封じ込めに成功し、共産党統治の正しさを宣伝してきたし、有近帝国家主席、党総書記は難しい舵取りを迫られる。感染者の9割以上は無症状なのに、 ゼロコロナ政策が市民の心身の健康を害し、経済を壊している。完全に人災だ。3月下旬からロックダウン、都市封鎖が続く上海市の男性会社員、47歳、マイキドール。市内で話外出を禁じられた市民が食料不足に陥り、持病のある人が治療が受けられず死亡するなどトラブルが続出。終始の側近で、上海市トップのリーツヨシ、 市共産党委員会初期が視察先の住民から、国をこんな風にしたあなたたちは有罪だ、と罵倒されたり、臨時の隔離施設にするために立ち退きを求められたマンションの住民と警察が揉み合いになったりと、当局と市民の衝突が発生している。11日時点で中国国内の45都市で何らかの都市封鎖が行われ、3億7300万人が行動を制限されているとの試算もある。 各地の人々がゼロコロナ政策が招いたトラブルや困窮の様子を撮影し、交流サイト、SNS に投稿を、当局側の検閲と削除が追いつかず、不満と不安が中国全土に拡散されている、中国メディア関係者、という、世界で行動制限を緩和する、水ズコロナが加速し、中国でも政策転換を求める声が高まっている。だが、 習氏は13日、視察先の海南省で、ゼロコロナを堅持し、油断や沿線、沿線、気分を克服する必要がある、と明言。17日、最高指導部の会議では、ゼロコロナが、共産党の指導と社会主義制度の顕著な優位性を十分に示している、と強調した。習氏は今週の党大会で異例の3期目続投が確実視されている。 北京の外交筋は、政治の安定、優先で、経済や市民の暮らしが犠牲になっても、政策は見直さないだろう、と語る。感染が拡大した地域では3月以降だけで120人以上の地方政府や党の幹部が処分を受けているが、次期首相の有力候補と目される李剛氏について、周氏は、別の幹部の責任にして、子会の李氏をかばう可能性がある。 ただ、党内での反発は招くことになる、と説く、別の外交筋は、一時は中国の独人勝ちだったが、このままでは独人負けになりかねない、と指摘した。